うわ寒い。私はね、今日はこれから伊豆大島に釣り行きますよ。これでね、今のね、この外気温はね、0度ですよ。寒いね。やっぱね、この釣りに限らずですけど、旅行っていうのは期待に胸が膨らむ行き道がいいんですよね。はい、やってきました。まあ、そんなに寒くないね。そうですね、やっぱね。おお、海だ。海にやってきました。さあ、釣るぞ。はい、釣り場に到着しました。ここはクラジイカタです。今日はね、ここでね、メジナを狙ってみようと思います。ここはね、かの剣探隊の帽子が大きなカモメを釣ったという伝説の釣り場です。ああ、仕掛け回収すると餌はほとんどいじくられてません。丸残りに近い状態だね。なんか変なダンゴムシみたいのがくっついてるよ。ああ、潮が止まってるからね。なんかね、魚も食ってきませんね。水温も低いしね。じゃあちょっと針をね、この合わせちゃダメージなの8号からもう少しこの小さいね、これに変えることにします。じゃあ次はね、タングレ7号ですから、7号にタングレの7号でも、こういうね、小さい針にするとね、その途端にでかいのがかかってすっぽ抜けて、あー、やんなきゃよかったってことになるんだよね。ハリス、そうそう、2.5 ハリス。まあ、ハリスも細くしてね、1.7 ぐらいにするとね、本当にでかいのがかかってぶっちりやられてさ、あー、やんなきゃよかったってことになるんだよ。だいたいね、そんなもんなんだよね。うん、これさ、何かがいじくってるよね。何かがさ、いじくってるけど、針がかりはしません。あー、何かが釣れました。なんか小さい、そんなにいい引きじゃないけど、お、なんだ。あ、でもね、近づいてくるとね、そうでもないよ。うん、なんだろう。よいしょ、おっしゃー、上がってきました。何でしょうか。あ、なんだよ。よいしょ、抜けんだろ。お、お、魚影が見えないね。お、なかなかね、お、際でなかなかいい引き。ほら、うわー、なんだこいつ、この野郎。あ、黒いメジナかな。なんかね、お、メジナだ。結構でかいよ、ほら。あ、結構まあいい方だなこれ。なんか、口ぶと、40近いよ、なんか。やったじゃないですか、一発大逆転。やりました、ほら、結構大きいです。やりました、はい、どうもありがとうございます。はい、これね、なんかね、上げてみたらね、結構ね、大きいですよこれ。口ぶと、ほらね、こんな大きいの。なんか最初はすごい弱い引きだったんだけどさ、手前に来たら結構いい引きしました。ちょっとね、じゃあ測ってみましょう。
はい、じゃあ測ってみますとこういう感じでジャスト40センチ、やりました。ジャスト40センチの口太をゲットです。いやー、粘った甲斐がありました。よっしゃ、また釣れました、釣れました、釣れました。よし、なかなかね、いい引きです。よっしゃー、えい、上がってこい、上がってこい。お、なんかね、お、いい突っ込み、突っ込み、おー、突っ込む、根に突っ込むな、手前の。おー、また、この口、あれだ、口太だな、これな。また両肩です。口太が上がってきました。よっしゃー、ほら、よっしゃー、おー、見えましたよね。うー、なかなかね、いい肩です、ほらね。じゃあ、玉入れしましょう。はい、上がったのはまた口太です。さっきのよりはね、小さいですけどね、まあ両肩ですよ。今度のはね、こうね、35だな、35センチの口太が釣れました。おー、すごい引き、おー、当たりました。なんかいい引きだよ。うわ、なんだ、うわ、向こうに走る。うおー、おお、おお、なんだ、うわ、こう、うわ、うわ、しゃー、なんかいい引きだ。おお、よし、よし、うわ、バレるな、頼む、よし、うわ、なんか首振ってるような気もするな。おー、先が海中に突き刺さるって感じ。うわ、おお、なんだこれ。お、お、上がってきたぞ。水中やっぱなんかやけに首振ってんだけど、ガタガタと、ガタガタと首振ってますよ。お、わかったわかった、ニザダイだ、この野郎。ニザダイくんが釣れちゃったよ。はい、上がったのはでっかい三の字ニザダイです。結構でかいよこれね。さっき釣れた40センチのメジナより全然でかいんじゃないか。はい、17時15分農館です。初日が終了しましたね。お、なんとかね、クラジー方結構水温低かったけど結果を出すことができました。よかったです。それでは我らが定宿立花荘へゴーゴーゴー。お疲れ様でした。どうもね、どうも。私はね、40センチのメジナを釣らせていただきましたね。うん、まあ釣果が上がりました。お疲れ様でした。明日も頑張りましょう。明日は私の番です。はい、はい。